新たに黒田、そちらの状況はどうぞ。ご報告いたします。うむ、悪く天井屋とセーリングブリーズから連絡が。よかろう。小野寺はどうじゃ。小野寺。あ、は、はい。小野寺、こたびの即売会の企画は何時が立てたもの。心配せずとも、この企画は必ず成功する。わら、そうじゃな。特別に八重様。さて、皆やるべきことがいっぱいじゃ。時間は待ってはくれぬぞ。元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃと、すでにわらわの。おいおい、ミコ、もうすぐ祭りだってのに鳴神大社に戻っ。あ、おいらたちを呼んだのって、もしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれ。わっぱよ、ま、おい、そうじゃない。確かにそう。それゆえ、従来のしきたりに基づいた伝統的な祭りではなく、一味違ったものにしようとシャブ業と共に決めたんじゃ。どうやら伝説によると、古代の稲妻に毎年彼らのおかげで、後に人々は彼らを題材に様々な様式で五花仙の物語を作っ。やっぱり文化的な色。うむ、古いことじゃ。から今回は姿の彩り祭の娯楽小説の創作。え、ちょっと待て、娯楽小説。そんな信じられぬというような目で見るでない。古く鹿は流行の媒体じゃ。重要なのは形式ではなく創作であることなんじゃ。それに今を大切にするという観念は、これを機に娯楽小説を通してデイワットに稲妻を再認識して。うわ、危なかったぞ。ふん、オイラたちを騙そうったってそうはいかない。わらわの趣味でも。どうじゃ。それならわらわについてくるんじゃな。それにあそこには。姿の彩り祭が開かれ、多数の将棋万国商会の、ま、おー、なんていうか、あれ、巫女、広場の中心。うむ、それは八重様から頼りになる助っ人が来てくださると伺っていましたが、やはりあなた方でしたか。旅人さん、パイモンさん。アヤト、今回の姿の彩り祭には祭りの準備はシャブ業の義務なのです。アヤト、わらわたちの中じゃそんなにかしこまるでない。今ちょうどすでにお二方はこの姿の彩り祭はですから、例えばこちらの肖像画について客人方の、そんな時稲妻に詳しくテイワットの他国にも通じる方に案内をお願いできれば、こちらとしても大助か。はい、お客人方の乗る船の詳しい情報について。さて、もうこ祭り期間中、今回の祭りは三部業共同でことにあたっており、対処しなければならないことが山積みなのです。アヤトがくれた時刻表に船の詳しい情報が載ってるみたいだぞ。
よく確認して時間になったらお客さんたちを迎えに行こうぜ。到着時刻表によると今日はモンドから船が一隻やってくるみたいだな。五河川を描くバカも乗ってるはずだ。そろそろ時間だな。鳩場まで行こうぜ。私たちは近頃の稲妻は大きく変わったらしいから何か鹿のインスピレーションが得られるといい。このお客さんたちってみんなおかしいな。おい、なんでだ。あ、そっか、おいらもわかったぞ。もし祭りがあるって聞いたからっていそいそと稲妻に来たりなんかしたら。栄誉騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん、招待されたのはアルベドお兄ちゃんだよ。でも最近騎士団のみんなはとっても忙しいから。アルベドお兄ちゃん、やあ旅人に。パイモン、五河川の肖像画を描く人ってどうやらもう絵のことは知っているみたいだね。そうだ、万国紹介は。それはよかった。じゃあさす。あんまり走るんじゃない。はあ、道中クレイに。そのせいでクレイはほとんど睡眠をとっていなくてね。ふん、平山主任がまだ来ていないようだ。実は編集主任とは稲妻に来るまで自分が何を書くのか知らなく。僕が知っていたのは五河川とい。僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだ。その絵っていつまでに。肖像画は明後日。それって時間的。別にそうでもないさ。娯楽小説の挿絵を描いた時なんて原稿を船で送らないといけなかったから。先月なんかその挿絵は稲妻に着くや否や。もちろん可能なら僕もできる限り早く資料を手に入れたい。おう、ここ数日は編集主任もそこに。わかった。クレイ、君はもう長いこと寝ていないからここに残って休んでおいで。僕、うん、わかった、アルベドお兄ちゃん。まったく、こんな時だっていうのに。小野寺ったら。後で黒田さんと言っても今日のうちに発覚し。ねえ、倉庫にいた怪しいやつ、あいつの仕業。そのことを調べ。なんだ、何か起きたのか。新たビビト、気にしないで。宇宙平山編集主任を探しているんだが。主任なら港。村田さん、お待ち失礼ですが、もしかして。いかにも。私は黒田と申します。申し訳ございません。別にそんなことしなくて。そう、もしかして人収集。どうし。君たちは編集主任が僕に渡す資料に。だけど君たちはどう考えても。うっ、はい、本日の朝方天領奉行は貨物窃盗。全部なし。おっ、この小説は姿深刻な事態だ。なるほど、編集主任は。そういえば人収集権録の作者ん
彼を知っているのかい？もし自分の小説がなくなった、天領奉行の公務を執行しているのだ。いや、サラのことじゃなくて、金融野郎、倉庫にいた怪しい外国人って、まさかお前のことだったりしないよね。ごめんね、結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ、窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人パイモン、お前たちはこの自称吟遊詩人のモンド人を知っているのか？サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。でも密航って、この者は姿の彩り祭の、何しろこの者を見つけた場所はセーリングブリーズのダンディ。事件解決に吟遊野郎、お前まさか。久しぶりの再会なのに会って早々お互いの眼差しを向けられるなんて。ああ、前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたから、てっきり分かり合う。同じような方法？冗談さ、安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の上里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで吟遊詩人たちの船。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。船長とすごく気が合っちゃって、途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン酒と稲妻のお酒を飲み比べて、それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが。確かに吟遊野郎の言ったことは真実味があるけど、でもなんか。すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか？先ほどあなたは、そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも音がしたのに変だと思わなかったのです。なるほど。アルベド、何か窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想する。それにここは倉庫だから。つまり紛失の件は手が、いや、そうとは限らない。さっ、一つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく。さすがだね、小説はとても。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に平山編集。はい、わかりました。じゃあ僕もこれで。待て、確かに窃盗の疑いは晴れたが、合法的な手段でいな。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。吟遊野郎、招待状はあるのか？ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん。おかしいな、確かに飲みすぎてたけどちゃんとしまった記憶があるんだよね。ずっと手に持ってたのに。僕はすごく真剣に、つまり招待状を手で。どうやらあそこしかないね。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったのか？あ、そうだった。さすが君だね。確かにシャブ業が送った招待状。しかし今晩からは万国商会では。平山編集主任、僕が。おお、白亜先生でしたか。こちらがご。
どれ。うん、五花仙物語はともかく、アルベド、確かにアイデアは得られ、申し訳ございま、ですが、いや、ですので、は、確かに、編集主任ありがとうございます。明日の朝、小説が回収できるか否かに、ありがとうございます。どうやらここでやるべきことは、原油野郎、そんなところ、旅人アルベド、金融野郎、これって何の紙。今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていて、その時はも、でも今は、どれどれ、この詩にある物語の、うん、聞いたどころかすごく面白い、うん、僕もそ、でもどうし、まあまあ、みんな朝から忙しかった。おいおい、酔いが覚めたばく、アルベドはまだ、いや、問題ない。おい、絵はいいのかよ。前にも言っただろ、それにモデルを咲くだったら、おい、ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿のい、うん、おいおい銀融野郎、あんまり調子、アルベド、次は何を描くんだ。次は五花仙、アルベド、その絵を描くのは少し待ってから。似たよ、他の五花仙物語が描く、お前たちは、あ、その可能性はある。例えば花仙、ほとんど全てのも、うん、今はゆっくり待とう。にはのんびりするのも悪くないな。奇遇だね、ちょうど君を探そうとしてさて、上陸する前だけど、僕はさすがにモンドじゃない、嫌とは言わないけど、幸い今は、あ、英雄騎士のお兄ちゃんだ。英雄騎士のお兄ちゃん、何のお花、あ、でもクレイは本当に優しくていい子だ、ね、はオイラだって優しいだろ、毎回おいしそう。わかれば、でもせっかく楽し、おう、何でもできる旅人と頼りになるオイラがクレイに稲妻を、クレイ、うん、クレイは僕たちのひ、うん、つまり、例えば稲妻の、よかった、アルベドお兄ちゃん、うん、稲妻には面白い場所がたくさんある、料亭とか神社とか、どこも個性的で面白いぞ。クレイはどこに行きたいんだ。料亭ってど
このヌードルなんかじゃなくて、じゃそれも知らないのか。じゃあこれは、このそれはチョーランの卵。わあ、俺の小遣いで。本当？しかもそれってお前の小遣いなんだろう。子供の小遣いを使わせるのはなんだか悪いぞ。俺、君のこと知ってるぞ。ゆいみお姉さんの、こいつからしたらそんなの、あ、ほ、本当か。じゃあおい、栄誉騎士のお兄ちゃん、わあ、本当にできてる。うん、甘く、卵焼きは美味しかったけど、やっぱり。ヨイミヤ姉さんって誰？その人も卵焼きが作れる。ヨイミヤ姉さんは何でもできるんだ。物語が話す世界で一番。クレイの中ではクレイ。まさか、君の言った人たちのいつもの祭りだと。なんかヨイミヤ姉さん、うん、昨日イットに勝つなんてやるやんか。ヨイミヤお姉ちゃん、姿のヨイミヤ姉さん、遊びに来たよ。新しい友達を紹介。クレイだよ。こんにちは、クレイちゃん。うん、その帽子と服、かいらしいな。もこれは四つ葉のく。そうなんや、めっちゃいいやん。それにリュ、これはドドコだよ。ん、ドドコっていうんか。うん、ドド風に乗ってボーグ、うん、ママ岩尾くんの二人とも。クレイちゃん、やったー。待てよ、お魚をドカーン。うった、うん、少し浮かれすぎてしもたわ。シャブ行の人から。ちょっと、おいおい、そうだぞ、やることは。そうそう、どうやクレイちゃん。うん、やっぱり帰ろう。着いたな。ここが姿の彩り祭の会場だ。異教人喧嘩作者草竹一鹿じゃなく、かやぶき一系だ。まあ、俺の名だがな。異教人喧嘩旅は俺の最新作で。その、一回やお兄ちゃんが。いや、それはない。ま、裏切りと血の涙に満ち。そうなんか。ちょっと待ってくれよ、お嬢ちゃん。本当にいいさ。フィッシュルなんとか物語。フィッシュルお姉ちゃんの物語みたいだね。それは公女って読むんや。クレイちゃんはこの小説読んだことあるんか。ううん、読んだ。フィッシュルお姉ちゃんはいつもオズと一緒にいるんだ。これはね、冒険者協会のみんなが知ってる。届く今。クレイちゃん、これもし、姿の色、例えば、
ん？つまりどういうことや？そっか、姿の彩り祭っていうのはさ、うんうん、この感覚クレイね、想像力ゆっやったー、うんうん、よかったな。じゃあ、うん、出発。やる気を出した途端、今度はすごい勢いで走ってっちゃったな。オイラたちも追いかけようぜ。クレイちゃんと相談したんやけどな。この物語の内容はね、まあ理由はうちらが店にいるわ。ゆいみやお姉ちゃん、早く早くお絵かきしに行こう。あれ、おいら、あ、え、ドドコが稲妻に来たらどんなことするんかな。ね、ドドコは、ええ感じや。書き終わったら印刷し、うーん、ゆいみやお姉ちゃん、クレイもモラ持ってるよ。50モラじゃ足りひんかもな。本当にどうしようもあらへんかったら、ね、栄養騎士のお兄ちゃんはすごく宝、クレイがお魚をドカーンしてモラを稼いでくる。お魚ドカンはあかんってパイモンちゃんと旅人に言われてんのやろ。じゃ、アルベドお兄ちゃんはお絵かきも上手で、あ、なるほど、画家の先生。ゆいみやお姉ちゃん、へー、よう似てる。それにほら、ここにじ、うん、もう、あ、もう、ドドコは稲妻でほんまに楽しそうに遊んでるな。二人とも、ま、さて、あとはドドコのもの。着いた。ここがやえ、野営堂の人、あ、いた、新谷おばちゃん、クレイの知ってる人。おばちゃん、誰が私をおばちゃんだって。ああ、白亜先生が連れていた妹ちゃんね。クレイちゃん、今日はどうしたの。新谷おばちゃん、手伝ってほしいことがあるの。ドドコの物語。ドドコ、もしかして妹ちゃんも小説を書いてるの。いや、ちゃうねん、ドドコっていうんはほんま似てる存在やで。わからないわ。じゃあオイラたちが説明するぜ。なるほど、その願いに応えてあげたいの。姿の彩り、それってと、ごめんね。クレイちゃん、そんな悲しむことあらへん。その、新たにさ、モラならいっぱい。ヨイミヤさん、今回私たちだから、本当どうしよう。いや、うちが子供の頃、いつになったら父ちゃんはうちを連れて行ってくれるん。その夜、印刷できひん言うんやったら、うちはうちのやり方で、だから、うち。ヨイミヤのその譲らぬ姿勢、わらわ。ミコ、それにある状況は相分か、申し訳ありません。よい、分かっちゃうが、やえど、そうじゃな。よいみや、そして目の子よ。宮司様、大かな。まったく、わらわが言いたかったの。じゃが現状、
そのような犠牲を。クレイちゃん、うちらの本を半分。いいよ、ありがとう宮司様お姉ちゃん。この子はなんと可愛いんじゃ。ならこれで決まりじゃな。新たに今晩の印刷に間に合わせよ。はい、今すぐ手配してまいります。付け合わせ印刷をすることは確かに可能かもしれない。気にせずともよ。それにこの先も、さてこれ以上何時ら兄弟を邪魔するのもあれじゃし、わらわは先に行くぞ。よし、これで完璧に解決やな。良い宮に旅人。気にせんでって。うん、分かってるよ。奴らに相手をさせるべきだな。そこにあんたらを加えた、みんなで一緒に おいらも書いてくれたの。もちろんパイモンちゃん。クレイとヨイミヤを八重様から二人に伝、印刷費はいら。そんなほんまに。実は一緒。あ、ママの本だ。クレイちゃんのママ本書ける人やったい。クレイちゃんの母親であるアリスさんは、八重様はすでに。はめちゃくちゃや。クレイ嬉しい。姿の